鴨神社は、縁起式神明帳において、佐抜国あの軍に、鴨神社と記載される神社。香川県境で市内に、以下の論者2社がある。東鴨神社旧尊社、西鴨神社旧尊社。式内社としての鴨神社は、縁起式神明帳に記載されているほか、日本三大実録にも、深海の授与が記載されている。一帯は、古代における、あの軍鴨部号の、 以上地である。現在は東西二社があるが、いずれを否定するかには、定説はない。東加茂神社は、香川県坂出市にある神社。式内社論社で、旧社格は孫社。加茂省地域の東に立つ山の裾に鎮座する。江戸時代には、葛城の大名神葛城のの社、カモ省大名神などと呼ばれた。社像の葛城の大名神記によれば、 あと大谷が、公認年間に、京都鴨社の新館国久に来い、山と桂木野の高鴨神を勘定し鴨省の、の、氏神としたという。所在地交通アクセスにしかも神社は、香川県栄出市にある神社。式内社論社で、旧社格は尊社。鴨省地域からは、南西の外れた地に鎮座する。宋氏以来鴨氏文二教の総鎮寺であったと伝え、鴨の大使と、 続称された。あと大谷りが公認を4年に、山和国から勘定したのが創建と伝える。後社殿が荒廃していたが、長略年間に、鮭の入江民武家輝きが京都に創始再興したという。当社には、実際に、長略の文字と、K、輝きの字が確認できる胸札が残っている。その後の推移は不明で、戦国期には、戦火で消失したと伝えられ。 天正十二年に仮戸の一社が再興された。この胸札には、鴨も三所大名人となり、王古社三社格別優のところと記されている。その後、江戸時代に社殿の造営と集築が行われた。所在地交通アクセス。ありがとうございます。